駆け抜けます。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のサイレンス鈴鹿、4枠7番での出走。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、メジロドーベルゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿、15番2番期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロドーベルサイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのはサイレンス鈴鹿。続いて2番激しい先頭争い、外を回って15番外を回ります。14番下がなく8番その外並んで17番内から3番2馬身3馬身開いてメジロドーベル、さらにその外からは動か、さらには5番その外並んでスイープ闘争、内をついて9番それを見るように1番その外並んで10番6番並びかけてきた16番並んできた、そのうち並んで12番第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。サイレンス鈴鹿、花を進むメジロドーベル、まだ抑えたままだメジロドーベル、外で足を止めています。さあ誰が最初に仕掛けるのか。メジロドーベル、ゆっくりに息を潜める、まだ差がある。やっと見えた、これが私だけの。さあこれから坂、2川の舞台はこれから坂がある。食い下がるメジロドーベル、サイレンス鈴鹿強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、サイレンス鈴鹿逃げる、逃げる、サイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿、強いとしか言えない走り、次のレースが今から楽しみです。サイレンス鈴鹿見事に完勝、レジェンドレースを制しました。2着メジロドーベル、3着に入ったのはスイープ闘争。これが私だけの景色。